1979年の阪神タイガースでは、1979年の阪神タイガースの動向をまとめる。この年の阪神タイガースは、ドン・ブレイザー監督の1年目のシーズンであり、いわゆる空白の1日で過中にあった江川優をドラフト1位指名し、江川とのトレードで小林茂が阪神に入団したシーズンである。前年に球団創設以来初の再会に沈み、 前年まで広島のヘッドコーチだったブレイザーを監督に昇平。チームは親会社から小津章二郎を球団社長に迎え、田中隆三本社社長が新オーナーとなるなど、フロントも一新。またブレイザー監督の片腕として、打者育成に定評のあった中西太志をヘッド剣打撃コーチとして昇平し、打線の立て直しを図った。また、 投手陣では前日の小林修が加入し、江本武則や山本和幸、工藤和彦とローテを形成。打撃陣ではクラウンから主砲、田淵光一を放出して獲得した、真弓や木信、若菜義春、竹の内正氏に加え、この年から4番の掛布正幸、マイクラインバック、新外国人のリロイスタントンが、打線の中心となるなど、投打ともに戦力が充実し、 開幕前は A クラス候補と言われた。打線が掛布が48本で本塁打王となり脇を固める両外国人や遺跡組が数字を残しリーグ1位の打率や本塁打数を記録したが、投手陣が遺跡1年目の小林が古巣の巨人から8勝を挙げるなど22勝を挙げ、江本、山本、工藤もローテを守ったが、防御率、失点数がリーグ5位と低迷。 開幕後の4月には、藤田大が太ももの肉離れでシーズンを棒に振るハプニングもあった。チームは前半戦に、ヤクルトを除く後球団で首位を争い、後半戦も大きく崩れることなく死のロードも乗り切ったが、8月下旬に1ゲーム差で、本拠地に首位広島を迎えて3連敗を起死する。最後は中日にも抜かれ B クラスの4位となった。優勝した広島に貯金4。 ご位巨人に小林茂の活躍もあり、貯金8を稼いだが、その貯金を2位対応20個吐き出すなど、ジグハグさが目立った。この年からユニフォームは、ブルーオーバー式に変更された。本節では、前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。色付けは規定投球回数以上の選手。ありがとうございます。